おはようございます。本日は2020年の10月の6日火曜日です。つまり6日目ってことが結構来ましたね。愛知県岡崎市、彼岸花が真っ赤に土手を染めています。岡崎のお城の名物は桜で、確かに大木がずらずら並んでますよ。これも特に渡っちゃいかんとは書いてないからな。自転車で行きましょうね。 お城に朝から人がいっぱいだ。三重の天守はなかなか立派です。なんか書いてあるな、家康公遺言。お城の見物も終えたところで早速今日の旅に出発です。今朝の6時です。次の宿場は知立、続いて鳴海、宮、桑名、そして四日市ということになっています。向かう宿場はこれだけですが、しかし四日市までの距離はさっき Google マップで適当に調べた限りではおよそ70キロから80キロほどあるそうです。だからまあ昨日の浜松静岡間と同じぐらいの長さかな。本日の目的地は三重県の四日市市、県庁所在地ではありませんが最も主要な地です。どうぞよろしくお願いします。折れ曲がった27の角を突破するのは手間です。なかなか岡崎の街を抜けられないような気がしますが、27の曲がりを全部制覇するとすぐに鋼川を渡って宿場からは離れます。岡崎の町をなかなか抜けられません。ただ27の曲がりを過ぎればもうすぐに鋼川を渡って宿場からは離れるはずです。次は350m ね。はい、わかりました。寒いんですよ、とても寒い。まああともうちょっとすれば日が私の体にも当たるようになると思います。多分放射冷却のせいだろうな。よく晴れてますからね、もう手がねかじかんでますけど、今日の最高気温は26度だそうです。今度また言われるように曲がったら川沿いに出ましたよ。であそこの前方にかかってるレトロ町の橋を渡るんだろうな。多分これですよね。ここが東海道か。言われなきゃ気づかない、ただの住宅街に見えますけど。そしてこれで大通りに出たから終わりかなと思いきや、とてもそうではなく、今度はここから歩道橋を渡って逆に行かないといけないらしい。寒いんでちょっとあったかいものを食べて気を紛らわせます。これがローソンのエルチキ胡椒味だって。うん、あ、おいしいおいしい。引き続き出発。前方にありますのは愛知環状鉄道です。ちょうど来た来た。ここに愛知環状鉄道の中岡崎駅があります。本当に電車の海が狙ったわけじゃないですからね。反対側の電車も行くみたいだしな。愛知環状鉄道は中岡崎というところが一番岡崎市中心部に近いと思いますが、それでも岡崎の街のど真ん中まで入っていく鉄道ってのはないんですよね。もうちょっとね、真ん中の方まで鉄道が行ってればもっと発展したんじゃないかなという気もするんですが、どうなんでしょう。さあ、この辺りはお味噌の名産地ということで知られておりまして、もう右も左も八丁味噌の工場ばかりです。八丁味噌の由来は私はよく知らないんですけど、この地名を八丁というそうで、多分それで普通に八丁で作ってるか八丁味噌なんじゃないですかね。さて、これでとりあえず風情はあったけれども、まあ少々面倒くさかった岡崎の27曲がりは越えまして、今から渡りますのが矢作橋です。この橋は東海道で一番の大橋だったそうです。つまり江戸時代からかかっていたということになります。確かにこんなに大きな川のところに自転車で漕いでもそう簡単には対岸へ到達できないような、そんな橋がかかっていたらね、これは立派だなと思いますわ。
この矢作橋には一つ言い伝えがありまして、ちょっと暗いですから見えませんけども、これ多分ね、織田信長の家来みたいな人だと思うんですが、の侍の人と、それからこれが小さな8歳の子供ですけれど、将来の豊臣秀吉になる子供でして、ちょうどですね、この矢作橋のところで秀吉が、小さい時の秀吉が寝ていたと。そしたら信長の家来みたいな人が通りがかって、そして秀吉の頭をつい蹴飛ばしてしまった。お前人の頭蹴っ飛ばして謝らないと、お前何事、ちゃんと謝ってから行けよ、当たり前のことを言ったんだと思うんですが、ああこいつは度胸のあるやつだ、よし、こんな侍に偉そうなこと言ってくるんだったら、じゃあ俺が使ってやろうみたいな、そういうことになってですね、それで豊臣秀吉はそれからずっと手柄を上げ続け、ついには天下を取った。それがまさにこの始まりの地であるので、出会いの像とここに書いてあるわけでございます。天下を取るきっかけとなった出会いということなんですが、矢作橋はあの江戸時代になる直前ですかね、徳川家康が、ここに東海道を整備して、その時に初めて架けられたのだそうでして、まあ、実際のところこんな話はなく、まあデタラメなんだそうです、言ってしまえば。しかしそんな一発で嘘だと見抜かれそうな話が、少なくとも江戸時代ぐらいから続いて伝わっていたというんですから、すごいですよね。そういう話が伝わってきたということの方がすごいかもしれない。よほど江戸時代の人のインターネットリテラシーが低かったのかな。ともかく岡崎を抜きました。次の宿場は第39番目知立塾です。もうすでに岡崎を過ぎてからだいぶ経っていまして、ちょうどここで国道1号線からまた旧道に入るところですが、安城市に入りました。お、なんか変な看板がありますね。その他の危険というやつでしたけど、樹木に注意って書いてあった。へえ、そんなのあるんだな。これ松並木の左手ね、歩道なのかなと思ったらお堀みたいになってまして、さっきは危うく突っ込みそうになって危なかったですよ。おそらく今日はですね、初日とほぼ同じ、もしくは初日よりも楽かもしれないな。道のりは平坦なはずです。朝の通勤ラッシュということもあるし、車社会だし、すごい数だ。今この区間、地流の手前、旧東海道は国道1号のバイパスのような役割をしているようですが、車が多くて本当にいろいろなことが気がかりになります。よく三河ナンバーの車はやばい、名古屋ナンバーに行ったら名古屋走りがうんぬんとか言いますけども、まあ皆さんいろいろと気を使ってくれてね、そんな別にやばい運転をするような人は今のところは見てませんが、名古屋市内に行くとでも確かに見るんですよね。立派な松並木は江戸時代当時からのものではないそうです。確かによく見てみれば、一本一本はこれまで見てきたものに比べると随分細くて、ずっとここにあったんですけども、伊勢湾台風で全部というかほとんど薙ぎ倒されてしまったのを、また新しくここに植えて復活させたと聞いています。車に乗ってる人も自転車に乗ってる人も外国人の姿が多く見られますね。それから作業着を着てる人ね。日本で一番の、確か一番ですよね、宗教の工業地帯に入ってきていることを実感します。朝の出勤の人たちのなんか今までにない割合で作業着姿の人がいますから、53次の39番目まで来ました。東海道知立塾に到着です。昔の字では池船恋と書きまして、今の字では知って立つと書きます。池船恋、あ、なんかじゃあお魚がいるのかなと思いましたら、特に魚はいないそうでして、代わりに知立の名物は馬だったそうです。まあ、馬が名物なのかというか、ここに馬を売ってたらしいんですが、今は別に売ってないですもんね。柿つばた祭り、これ今はやってないんだろうな。柿つばたが知立の名物の一つだそうですよ。今のこの街のにぎわいを見ていただくために駅に立ち寄ることにしました。ところが駅は、まあ、あのぐらい、あまり大した作りではない。知立駅ってのはしょぼいのかと皆様に思われてしまっても困ります。まあそこで準備体操をしていますが、知立の駅は今工事、改良工事の真っ最中です。見てください、あそこ高い高架橋ができていますが、特に列車本数の多い時間、交通の往来が頻繁で踏切の開くことがありません。
そこで最近ではこの知立駅のさらに上のところへ高架線を設けて電車は上へ逃がすということになりました。変な組み合わせだな。特急車両となんか一般車両とあんな連結があるのか。これが名鉄というやつか。びっくりした。特急型みたいなやつと一般型の車両が連結していったのも驚きましたが、それからねまだ行っても全然踏切は空きそうにありませんよ。列車はひたすら行ったり来たりを続け、でもあれが行けばさすがに開くのかな。開くでしょうね。開かない。これは大変だ。開きました開きました。踏切が鳴りながら開くの面白いね。ん？あ、踏切が分かれているんだ。だから1個開いたけれどもう1個開かないんだ。さっき通り抜けました名鉄三河線の電車が来るってことでしょうね。まあ私はここへ降り立ったのは初めてですので、もしかしたら何か違うことを言ってしまったかもしれませんが、これでは踏切が開かないのも同然だ。ずっと閉まっている割に車の行列が全然できていないのが気になりますが、おそらく知立市民がこの踏切がめったに開かないことを知っていて、もう通ることを諦めているんでしょうね。ほら電車がせっかく行ったのに、あ、ついに開きましたね。開いた開いた、ごめんなさい開きました。あ、でもまだ踏切が鳴っちゃったよ。あの白い車は長々と待ったのに渡ることはできなかったですね。結局車1台分だけ束の間の解放でした。ここに立派な高架の駅ができるのが市民にとっては待ち遠しいでしょうかね。どうなんでしょう。高架になると駅がその分不便になったりしますからね。電車が行きましたがやはり踏切は開きません。あの踏切あの調子では地球が終わる日までなり続けてるかもしれませんよ。もう私も見るのは諦めたわ。結局さっきのあの一瞬だけ開きましたけど5分ぐらいずっとなり続けてましたからね。まあともかくあの光景で江戸時代からの交通の要所支流の町のにぎわいの様子は感じていただけたかと思います。愛知県に入ってからこういうところを通るのが増えた気がするな。要は交通量の多い大きな幹線道路、それを東海道が横切るようになってなればなるほどこういう歩道橋とかね、下のガードとかが増えるんでしょう。防犯ベルがすごい間隔で立ってる。要はこの中で怖い思いをした時は押せってことなんでしょうね。たまにそういうところありますよ。東京では最近は見ませんけど。さあ知立の次はいよいよ東海道第40番目の宿場鳴海宿です。確か鉄道商家では鳴海絞りってもんがあるとかそんなこと言ってたな。名古屋まで25キロ、今日の目的地四日市までは55キロ、そして53次の最後大津までは146キロとなっています。ここからまた市をまたぎます。ここまでは安城市でしたが、いや違う、知立市だったはずだ。知立市でしたが、続いて刈谷市です。さて、間もなく川を渡りますが、この川の名前は境川というそうでして、渡りますと、これまでの三河の国から尾張の国に入ります。尾張は名古屋もあるところです。雲の様子が、朝の岡崎からどうも変わってないようですね。ずいぶん珍しいですが、ともかくこの辺りの旧東海道沿いに名鉄線前後の駅があります。前後とは随分変わった名前の駅です。なんでこんな名前になったのかと、これはですね随分前に調べたことがあるんですが、織田信長と今川義元の戦い、桶狭間の戦いでこの辺りで負けたあの今川軍の、首をずらずらと前後に並べたと、だから前後と呼ぶのだみたいなどっかに書いてありましたけれども、なんかそれは俗説かもしれないということもまた書いてありました。ともかくここは桶狭間に近いところです。桶狭間の桶というのは崖だそうでして、崖と崖の間の谷のことを桶狭間と呼ぶようですが、16世紀のことですね。織田信長と今川義元が戦いまして、でそして織田信長が勝ちました。これであの織田家が天下取りについてあの大きく躍進したわけでしたが、その桶狭間がちょうどこの近くにあることは確かです。さあこれまでずっと平らが続いてきましたけれど、これから少しの間上り坂が続きます。そんなにひどい上り坂じゃないし、今までの峠越えとは比較にならないと思いますが、桶狭間の周辺に差し掛かっています。まだ朝の9時で時間に余裕もありますので、ちょっと桶狭間に寄り道をしてみることにします。
寄り道を決めたがばっかりに長い坂道を登る羽目になりましたが、まあ仕方ありません。そこは自分で決めたことです。そして今坂を登り切りまして、ここからが下りなわけですが、ちょうどセブンイレブンがあるな。最近は歴史の研究が進んで、なんかちょっと事実と違うとかそんな話も聞きましたけれど、私の知っている限りのことをお話しします。駿府、要するに静岡から大軍勢を引き連れて今川義元がやってきて、信長の治めていた尾張の国へ攻撃を仕掛けました。この坂の下にその攻撃を仕掛けるために本陣を築いていた今川義元たちがいたと私は聞いています。でそこにこの辺りの地理をよく知った信長がやってきて、急な暴風雨に混じり急襲を引っ掛け、そして今川義元を討ち取って、なんと大変不利な戦いを制してしまったというのが桶狭間の戦いの概要だそうです。親切なことに桶狭間という地名の下に地図まで書いてあるし、それから緑区と書いてあるということは名古屋市に入ったんですね。ちょうどこの辺りから愛知県名古屋市か。今川義元も信長が攻めてきて、これはまずいと思って大慌てで馬を引き連れて、それでみんなで逃げたらしいんですが、もう時すでに遅し間に合わなかったようで、信長に取り囲まれて、いや信長は一人しかいませんけども、軍勢に取り囲まれて負けてしまいました。その時の馬をつないでいたのがこの木だと言いますけど、本当なんですかね。ちょっとこれ丁重に触らないとな、もう枯れてしまってるらしいんですよ。昭和初期はまだ元気だったって書いてあるけど、これ昭和初期の写真なのかな。初期というにはちょっと画質が良すぎる気がするな。いやちょろいちょろい、勝てる勝てると、そんな風に思ってたらいきなり首をちょん切られに来るわけですから、見もたらしい時代ですよね。まあでも殺しに行った方はやっぱ気分が良かったのかな。信長も最後は明智光秀に殺されちゃうわけですけど、桶狭間からまた東海道へ戻ってきました。もう結局ずっと下りだけで良かったですね、楽ちんでしたが、今有松というところにいます。近くに名鉄線有松駅もあります。もう少しで鳴海の宿場に到着です。あと2キロはないぐらいです。でもその手前のこの有松という地区では昔から鳴海絞りをたくさん作っておりまして、まあ、要するに染め物、昔の建物もよく残っているし、それぞれのお家で有松とこんな風にのれんを掲げることになっているようで、どこへ行っても統一的な美しい景色を楽しむことができます。しかし中には今でも染め物を作っているところがあると見えまして、もう少し行ったところ左に入ったところなんかはね、実際に工場もありましたよ。さっきちょっと通ったんですが、宿場ではないから知名度が低いのか、私がただ不勉強なだけだったのか、よくは知らなかったんですけれど、こんなに素晴らしいところがあったんですか。愛知県内の東海道も見どころがつきませんね。しかも平坦だから楽ですよ。ここが名古屋市内だとはね、今まで知らずしてすみませんでした本当。さて有松の染め物街は過ぎましたが、次こそが宿場町、次はいよいよ第40番目、さっき地流を過ぎましたので鳴海ですね。特にこれといって解説書きはありませんでしたけど、もう鳴海宿に入っているはずです。静岡県と愛知県を比べると、宿場と観光地としての宿場の扱い方になんかいろいろと差があるような気がしますね。静岡県の方はどこの宿場も全て観光地として扱っているような感じですが、愛知県はもう昔の様子が残っているところは徹底的にやるし、逆にこういう立派な建物がそれなりに残っているところであっても昔の雰囲気がそのままそこにあるということが言えないようなところでは、それほど案内書きを豊富にしたりはしないのかなと見ていて、そんな印象を受けます。あくまで私の感じているだけですけど、そういえばさっきもありましたね、ここに除夜灯がありますんで、これを過ぎてちょうど鳴海宿が終わりました。次は41番目、宮宿名古屋神宮前です。橋を渡るところでふと見てみると、向こうに名古屋のなんとかなんとか橋って橋がありますよ。あの名古屋の港にあるやつでしょ、あれ。名古屋の街が見えるよ。自分の自転車でこんなん行ってるなんて本当信じられないですよね。大きく立派なエノキの木、
これは笠寺の一里塚です。笠寺っていうのは JR 東海の駅、まあまあ大きいのがありますが、あの東海道線の笠寺駅は多分笠寺の実際の中心部からは外れてるんでしょうね。笠寺の一里塚には私を含めて3組の観光客がいましたが、他の2組はみんな70歳ぐらいは行ってるんじゃないかって高齢者でしたね。この間宇都宮通りの一番上の茶屋のところでもどんなお客さんが来るのかみたいな話をしたんですけども、基本的にやってくるのはみんな高齢者だったようです。その東海道53次を歩くとかね、車とかバイクで旅をするっていう趣味はまあ今後も多分続いていくとは思うんですけれども、高齢化していっているのかな、そして若い人たちの間にその趣味が受け入れられていないのであれば、まあ、今後ですね東海道の旅もどんどん廃れていくということにまたなるのかもしれません。なるほど、今日は6の1の日だからお客さんが多いんですね。街中からお年寄りがたくさん集まっています。残念ながら本堂は工事中で囲われてしまっていましたが、この塔、これがねすごい古いそうですけど、江戸時代の初期ぐらいのやつだそうです。だいたいあちこち行っても江戸時代後期1800何年とかそういう頃の建物しか残ってませんので、1600年代1700年代はレアだとちょっと思いますが、木につまずきました。まあ買うものは何かな、みたらし団子が売ってましたんでこれを買うことになりました。1本80円です。私の勝手な印象かもしれませんけど、名古屋って言えばなんかこの色だな、めっちゃ味が濃いね。美味しいです。さっきのお寺のあたりから急に名古屋の街中という感じになってきましたね。実際あと2キロほどで神宮前の駅、まあ、名古屋の中心部と宮宿とはまたちょっと離れていますから、もっと行けば行った分だけ都会にはなるでしょうけれど、すごいですね、さすが総監だ。すごい高いところにまず高速道路が立っているし、道の横幅は何車線分あるでしょうか。これから先少なくとも私が進んでいく1号線は片側3車線になるようです。本当にこれを行っていいのかと心配になる。自転車は横断しちゃいけないんじゃないかと思ってしまうんですけども、ともかく道幅を広く作ってくれたおかげで私もかなり楽々走ることができています。名古屋の道はすごいのです。まあ、特にですね、戦争が終わった後にもう道路の時代だから、これからはしっかりとした道路を作ろうといって、街の中に充実した道路網が作られたというのもそうですし、まあ、それから実際に自動車がかなり普及しているそうでして、人口とか、ね、その街の規模の割には自動車がかなり街の中で受け入れられているので、その分だけ道路も充実させる必要もまあ実際にあるんでしょうね。あ、すごいすごい、歩道も広いしな。日本橋から357.1キロだそうです。久しぶりに見ました、東海道本線、これを渡って熱田です。多分道はこれだな。なんとなくね、今二手に道が分かれましたけど、それでもこっちが東海道だなと分かるのは、あの道幅が一応確か江戸時代のルールで6メーターにするみたいなことが決まっていたはずなんですよ。で実際、まあ、大体いつも見ていただいて旧東海道の道幅こんな感じじゃないですか。見ればね、あ、なんとなくここだなって分かっちゃうんですよね。何やらそれらしいデザインの橋もかかってますね。今ここから先のルートなどちょっと確認していましたが、どうもね、もう到着しているようです。東海道の第41番目、愛知県名古屋市宮宿に到着です。上通っておりますのはさっきの名鉄名古屋本線、あれとはまた違いまして、これは中部国際空港の方に行きます名鉄常滑線だったかな。それをくぐったらですね、もうすぐにここから左手の方に折れて名古屋市の中心部をかすめるように、逆に言うと中心部はもうほとんど通らないで東海道は海の方へ向かってしまいます。なんでまあ名古屋の街の中まで行くのはちょっとここからは要するに離れているからそれは難しいけれど、熱田神宮だけは見ていきましょう。なぜ名古屋なのに宮宿というのか、江戸時代に名古屋という地名がなかったというわけではありませんでした。普通に名古屋城とかありましたので名古屋でも通じたとは思うんですが、
名古屋市の中心部から外れていたというのが多分理由の一つかと思いますが、それとプラスしてここに立派なお宮がありました。あっさ神宮、三種の神器の中の一つがこの中に保管されています。自転車はどこに置けばいいのかなと思ったら、ここに適当に置けばいいらしい。これいいのかな。駐車場に面白い注意書きがありますよ。鳥に注意って書いてありますね。カラスとかニワトリの絵が書いてある。車の下に鳥が入り込んで、それで引いてしまったら大変ですからね。まあしかしここに寄らずして立ち去るっていうこともできないですよ。通れば必ず寄ってしまう場所です。早速いるいる。ニワトリは熱神宮の名物です。ただ神社が話しているとかそういうわけでもなくて、ずっと昔からなぜかいるらしいと。また神の使いとされています。奈良公園の鹿みたいなもんだと思いますけどね。一応餌とかはもらってるんじゃないですか多分。天皇陛下が持っている三種の神器は、あれは公式のレプリカということになっていまして、本物はこの熱田神宮にあります。もちろん愛知県を代表する神社、一番の神社といって全く問題ありません。神話の時代からずっと今に受け継がれている伝説の神社です。尾張徳川家の城下町でもありましたので、江戸時代の宮宿の人口が1万人以上もいたそうです。大体の場合、これまで通ってきた宿場の人口は江戸時代当時で大体1000人台とかそれぐらいが多いので、いかに巨大であったかが分かります。織田信長も桶狭間で今川義元を討ち取る前に、この熱田神宮を見て戦勝祈願をしてから出発していったといいます。一般の人が入るのはここまで、入り口までしか来ることができません。さて、ここ熱田の名物といえばきしめんです。名古屋名物というのが一番適切かもしれません。ここが宮宿だから宮きしめんというよりは、熱田のお宮にあるきしめんだから宮きしめんなんでしょうね。ちょっといいやつにしました。これ1200円ぐらい、まあ多分観光地でこれだったらまあ普通の値段なんじゃないですかね。きしめんというのはもともとはなんか名古屋じゃなくてもうちょっと東の三河地方の名物だったらしいですけれど、江戸時代にはもうすでにこの辺りでたくさん食べられるようになっていたそうです。だから多分宮宿に来た人は食べたんでしょうね。僕ね、タモリさんのブラタモリとかああいうのも面白いと思うんですけど、一番すごいのはやっぱ名古屋のネタだと思うんですよね。あんなもうちょっと失敗したら自分の芸能人生命が下手したら終わるのではないかと思われるようなネタだ。おお、銀杏を踏んでしまった。本当に人の郷土愛っていう気持ちは強いから、なんか動画とかでもあんまふざけたこと言えないなって、そこのギリギリのラインとかいつも模索しながらやっております。例えばね、まあ私みたいなら別にあんま気にしないんで、おい、板橋区って埼玉県でしょみたいなこと、へえへえ、その通りでございますって感じなんですけど、それ言われたらめっちゃもうブチ切れる人とかもいるんじゃないですか、中にはやっぱ。そして神社の目の前に、これが名古屋のターミナル駅、数あるうちの一角、神宮前駅です。名鉄線同士の乗り換えができます。 JR 東海で少し離れたところに熱田の駅がありますが、まあ少しこれから離れているからな、参拝には今はあまり使われていないでしょうね。それでは大宮を後に、そろそろ船着き場へ向かいまして、船出の地を見ることにします。そしてこの宮宿の大きな特徴ですが、あそこに神宮があるので、熱田神宮が一番の名所、それがあるところと思いがちなんですけども、それ以上にここから先東海道が船出をする、しかも30キロほどもずっと海の上を行くということで、これがまあ一番宮宿で注目するべきポイントです。熱田神宮から自転車でスイスイ行けば 2,3 分じゃないですか。目の前に川があり、ここで東海道が途切れます。
道を渡った反対側、宮の渡し公園というところです。緑地公園になっています。現在は目の前が川、そして向こうから川が合流してくるポイントですが、かつてはここがちょうど海岸線だったようで、向こうには陸地はなかったそうです。名古屋港周辺の地形はもう江戸時代とは全く比べ物にならないほど変わっています。1791年、ここに建てられてボロボロになっていたのを昭和30年になって復活させたんだそうです。だから一応昔のを丁寧に整備し直したってことですよね。なるほど、確かに見ると石垣が崩れないように間のところにコンクリートみたいなものが注入されているのもわかります。そしてこちらですが、これはですね、時の鐘といってなんかその時報のようなものだったらしいんですけども、まあ、残念ながらこれはあの戦争で焼かれてしまったそうでして、新しく昭和58年にまた建て直したんだそうです。ただ中の鐘は江戸時代当時、18世紀のものを今でも使っているということです。そしてこれか、まあ、かなり今風にリニューアルはされているようですけれど、これがかつての渡船場で、ここから船に乗って次の宿場桑野までは七里の渡しと呼ばれていて、船が続々と出て行っていたそうです。七里というのは28キロですから、船で行くにはかなりの長距離ですよね。天竜川とかもまあ大変だっただろうとは思いますが、この七里の渡しは相当本当にきつかったそうで、所要時間がね、3、4時間で、海も大きく揺れる時などはもう全然つかなかったりとか、潮の満ち引きによってルートも毎回まちまちで、また海上が荒れていれば全然船がつかなくて、しかもものすごく揺れていて、で女性なんかにはかなり嫌がられたんだそうです。まあ、しかし順調に行けば 3,4 時間ですからね。それで七里も行けてしまうんだったら、これはどっちかっつったら、あ、これはもう船で行けてラッキー、そういう方になるんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうだったんでしょう。端っこの方まで全部コンクリートで固められてんのかな。そうみたいですね。パッと見る限りでは当時を忍ばせるのは、まあ、この船着き場のこの形ぐらいでしょうか。ちなみにここですが、伊勢湾台風の時に相当の高潮の被害を受けたそうでして、さっきどのぐらいまで水が来たかというのはね、目安がありましたけども、このぐらいまで高潮が来たんだそうです。この地区でも3名の方が亡くなったそうでした。なお現在この名古屋から四日市までは近鉄電車もしくは JR 東海関西本線が通っていまして、船で行くという余地はありません。陸でつながっています。当時から陸でつながっていました。じゃあなんでわざわざ船で行っていたのかと言いますと、この先木曽川、揖斐川、長良川と3つの川がありまして、でその川がどれもあまりに大きかったので、それをいちいち越えていくぐらいだったらもうみんなまとめてあるし、船で一気に海の上を通っていった方が楽だろう、そういう考えでここに私が採用されることになったそうです。ですからここにこんな立派な船着き場はありますけれども、しかし陸路が充実しているためにもはや桑名まで陸路で行く理由は全くないわけでして、これはなんかたまにね、イベントで七里の渡しを復活させて簡単な小舟みたいなので四日市まで行くっていうイベントが、桑名まで行くっていうイベントがあるらしいんですが、まあ、今日はイベントの開催日ではないので、またあったとしても自転車をそれに乗っけて持っていけるとも思えないので、私は陸路を使って行くことになります。それでじゃあ今日はどうするのかということになりますが、もしねこのママチャリを何か列車に積み込むことができるとかがあれば、その代わりとなった電車移動というのも面白かったかもしれませんけれど、それできませんので、これをですね、ママチャリだからね、だからできないということで、クロスバイクとかロードバイクみたいな解体できるやつだったら多分いいと思うんですけど、実は江戸時代からこの船渡しは嫌だという人がいたので、そういった人たちに向けて別のルートが用意されていました。あら、なんか船来てるな。あれで桑名まで行ければいいんですけどね、ただあれは名古屋港の観光船だと思うんで、さすがにあの状態で桑名から30キロも来たらみんなガッツありすぎますからね。ともかくこんな感じの船で行く全長七里28キロもの長い船旅はかなり多くの人にとって受け入れがたいものでもあったようで、そのためのバイパスルート鞘街道というのが当時からありました。それを今回は辿ることにします。そこでまずはさっき流れていた川、もともとは海岸線だったはずですが、その海岸線の形に沿って進みたいんですけど、なかなかね道がないみたい。すごいですね、この辺りは国道1号が片側5車線、すごくないですか。東京でもなかなかないですよ、こんなのないんじゃないかな。昔の浜辺か、もしくは岩場か分かりませんが、こういうところを走って、お、前方に名駅地区が見えるじゃないですか。ちょっとこれだけはご覧に入れておきましょうね。名古屋というのはもともと栄というところが一番の中心地でしたが、
最近では JR 東海の立派な都市開発などがかなり功を奏しておりまして、高いビルが次々と建ち、名古屋駅周辺が愛知県の中心部であるかのような風貌を呈しています。そして音尾橋に到着しました。ここから先左に曲がりまして、鞘街道に進むことになります。なお、鞘街道だったらじゃあ川を渡らないでそのまま桑名まで行けてしまうのかというと、別にそういうことはなく、やはり途中からは船に乗り換えなければならないということは変わりませんでした。ただ七里の渡しではなく三里の渡しという別のもうちょっと短い渡しがありまして、28キロの船旅が12キロにまでは抑えられたようです。でもそのためにわざわざ陸路を延々歩くんだったら、歩かないで最初から船乗った方が楽なんじゃないかって気もするんですけどね。江戸時代にもそういう議論したんじゃないかなと思うんですけど、よほど船が嫌いな人が多かったんでしょうね。線路を渡りますが、相当古そうだけど何だったんだろう。新幹線と残りの1個がわからないな。なんちゅうことはない。つい 2,3 日前にね、スーツ交通チャンネルで紹介した名古屋港線でしたよ。東海道から外れたから物寂しくなるかなと思ったら、ちゃんとこういう風に書いてありました。鞘街道寛永3年1626年と、1634年の、家光の通行を契機として整備が進められ、あ、なるほど、家光がいやちょっと船じゃなくて陸から行こうぜ、それからここをちゃんと作るようになったようですが、風による結構船酔いを嫌う多くの旅人が行き交い、東海道の脇尾間として非常に賑わっていた。名古屋の街が程よく離れていてとても美しく見えますね。さっきよりいいじゃないですか。お、伊勢志摩ライナーが走ってるのが見える。今度は青波線が走ってるのも見える。いろんな電車が走っています。近鉄電車、関西本線、それから青波線、また青波線だ。電車たくさん見放題です。さて、すっかり言うのを忘れていましたが、先ほどの、船の私の出発の地点をもう過ぎましたので、次の宿場は東海道の第42番目ですか、桑名までおよそ30キロです。この上を通っている鉄道のうち2つ、近畿日本鉄道と JR 東海の関西本線は、旧東海道に四日市のあたりまでは並行する鉄道です。まあ、さらに言えば関西本線はこの先、関というところまで並行します。これなんで関西本線と並行するのか、東海道本線と並行するんじゃないのかと思うかもしれませんが、実は東海道本線と旧東海道国道1号は大きくそのルートが異なっています。東海道本線は明日通ります鈴鹿峠というところを越えることはどうやってもできそうになかったので、そのルートは捨てて、実質名古屋から先は中山道本線のような走り方をして京都方面に向かっています。だから実際のところ昨日からもうほとんど東海道線の姿は見ていませんので、まあ浜松のあたりから東海道線とは実質お別れであったと、そう考えていいかと思います。東海道線のぴったり脇を走ったのはほんのわずかな区間でしたよね。実際には神奈川県内の一部、そうですね、保土ヶ谷から小田原あたりまでと、それから静岡県、まあ三島からしばらくの間、佐多峠のあたりもまあ並行したと考えていいと思いますんで、三島からしばらく静岡にかけてと、それからまああとは佐用の中山を越えた後から浜松ぐらいまで、それは東海道線との並行点ですかね。さて、今まず今回渡ります最初の川の手前、庄内川に来ましたが、庄内川はまだね、別に江戸時代から渡るの困難な川ではなかったはずなんですけど、これ自転車は右に行っていいんだけど、絶対嫌がられるだろうな、こんなところで行ったら。まずは流れに乗ることにしよう。あそこの導流帯のところに溜まってチャンスを待つか。でも車が全く切れないので、これで反対車線に渡るのはどう考えても無理じゃないのかな。行かしてもらおう。とりあえずこれで
庄内川も越えられそうです。何度も何度も増水があったんでしょうね。まあそれはあるでしょうけど、土手がかなり大きく作られています。これはまだね、なんつったかな、木曽三川って言ったと思うんですけど、今回の難所を形成している川ではありません。これはただの普通の川でして、この先もう一回言いますが、木曽川、揖斐川、長良川、この3つが東海道をここで寸断させしめた川の群れでございます。これが旧鞘街道だと思うんですけど、大半の道が全部こんな感じだったらいいのにね。そしたら気が楽なんですけど、ただ漕ぐだけだから。江戸時代の通行量は実際これにちょっと毛が生えたようなもんだったんじゃないかって気がするんですが、どうですかね。でも道の広さも東海道も鞘街道もあんまり変わらないみたいですね。それほどやっぱり観光地化されてないのかなという印象は受けますけれど、どこがその旧道なのかっていうのはかなり分かりやすいわ、私の勘違いでなければ。ちょっと自転車で通るには多少苦労しますけど、すごいですね、さすが名古屋市だ。何これ。見どころといえばやはり道路ですよね。今あるのだけじゃ飽き足らなくて、さらにまだ増設してるっていうんだからすごいわ。東京にもこんなのないですよ、さっきも言いましたけど。おお便利だ。これはこっから先は本線と側道が分かれてるんですか。へえ。じゃあまあ速道ってのはよほどのことがない限り車がビュンビュン来たりすることはないし、特に大型車の出入りなんてのはそうはないでしょうから、こっちとしても安心できていいし、向こうにも迷惑にならなくていいや。壁に東京行きたいって書いてあるな。自転車でも行こうと思えば行けると思いますよ多分。でも自転車で行くってのはコストパフォーマンス的にどうなんですかね。快活クラブみたいなところで朝ごはん無料の食べ放題のやつを食べて、それでカロリー摂取してなんとか頑張れば、でもそれあるより新幹線で行った方が安いかもしれないよな。それに行きゃいいってもんじゃないから、多分東京に観光に行きたいっていう意味の落書きじゃないと思うんで、僕は大阪に観光に行ってるだけですけど。今名古屋と桑名の中間地点にいますが、とても走りやすいですね。順調順調。時刻15時28分です。ギリギリ明るいうちに四日市に着けるでしょうか。道路がとてもね滑らかなんですよ。で段差もないし広い。この辺り海抜マイナスらしいですよ。私の今自転車のハンドル握ってるぐらいの高さが海抜マイナス1メートルらしいです。だから田んぼなんかはマイナス2メーターとか下手すりゃマイナス3メーターになるわけですよね。大丈夫なのかな。まあもちろんそれなりの対策はやってるんだと思うんですけど、海がまあまあ海遠いですけどね、昔はこの辺海岸だったんだろうけど。さて鞘の市街地に入りました。前方に踏切があります。名鉄鬼子線でいいと思います。八富から尾張一宮とかそっちの方面に行く、まあ、割と名鉄線の中ではローカルな方になるんじゃないですかね。左手に鞘駅があるな。ずいぶん小規模だ。ちょうど電車が止まっているところです。ちょっと見てみますか。鞘駅始発というのがあるそうです。ここから電車に乗って名古屋まで今適当に見ましたが40分ほどかかると書いてありました。であればここまで1時間少々で音橋からやってきましたので悪くないペースかと思います。ちなみにこの鞘街道と並行する鉄道はありません。明治の時代になって鞘街道が東海道になるのかなと思いきやそうではなく、もはや鞘街道は使えないようになってしまっていたそうでした。川が埋まってしまったらしくて、それで東海道が別のところを通るように指定されて、結局それからこの町それぞれにぎわった町に鉄道がやってくるということはあっても、街道をそのままたどるような列車のルートは作られなかったのだそうです。
実は鞘街道にも宿場が途中いくつかありまして、3つこれまでに実はあったんですが、ほとんどその後はパッと見た限りでは分かりませんでした。4つ目のこの鞘街道4番目、鞘宿だけは皆さんに簡単に紹介しておくことにします。そもそも鞘宿というのはここから船出をする場所でありまして、三里の私の船着き場がここに流れる鞘川に設置されていたわけでしたが、その鞘川すら現在では現存していません。川が現存していないというのはなかなかすごいことですが、川も廃止されてしまったそうです。ただこうやって見るとこの辺り実るほど神戸を垂れる稲穂がたくさんございまして、要するに水をたくさん使う農業盛んなところです。そこで水がなくなるというのもそれはそれで困るはずですが、そこでこれです。木曽川用水海部幹線水路と書いてあります。多分この読み方で合っていると思いますが、このような農業用水を作ってあります。鞘川はもともとここを流れていたもうちょっと随分大きい川だったらしいのですが、その川は廃止にして、その後でもう一度これを作ったのがそうです。川が廃止になった跡地は全部農地になりまして、実際ここで稲作が両岸盛んに行われています。なぜこの川が廃止になったのかというと、もともとまずそもそもは何であったか、ここにあった川のところに船着き場を作って、そこから船出をしてこの川を下りつつ、この先で他の川と合流して木曽三川などを渡って、そして、桑名の宿場へ到着をするというルートだったようです。ところがですね、江戸時代の終わりの頃になると、ここにどんどん、砂などが溜まってきて、そして川が浅くなって船を通すことができなくなってしまいました。で、仕方ないから下流の方に、船着き場を移設するなどして、そこから船を出すとか、まあいろいろ涙ぐましい努力がなされていたそうです。ただ、それももう散々やったけれども、どうやってもうまくいかないということと、それからさらに浅くなるにつれて、どん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 その分、増水洪水などの時に水が溢れがちになって、どんどん被害が大きくなっていって、もうこの川はなくした方がいいんじゃないかと、そして廃止にすることになったわけでした。そういった歴史のことがほとんど何も書かれていないというのが、この辺りへ観光目的でやってくる人の少なさを思わせます。東海道沿道はどこもそれなりに観光地という雰囲気があったんですけど、正直鞘街道は全くないですね。東海道を全部歩きたいって人は結構いるはずなんですけど、みんなどういうやり方を取ってるんでしょうね。ですから、今私がいるところはもはや鞘街道でも何でもなくなったただの道路ということになりますが、ここから先で木曽三川を渡り、昔の人が船から眺めていた景色とおそらく近いものを皆さんにもご覧に入れられるはずです。さあ、そしていよいよ今から木曽三川を越えることになりますが、手前からですね、木曽川で続いて長良川、最後に揖斐川の順番で流れます。この3つがほとんどぴったり1つになったような状態でここを流れていきます。すごいですね、こういう感じか。今から渡っていくこの橋がすごいわ。どれだけ長いのっていう長さです。この川も大きいですよね。ですけども、これで全体の3分の1だというから驚きです。これがあと2つあります。ちなみに明治時代にこれをですね、3つに分断するという工事をしましたが、もともとは、ここに、木曽川と長良川と揖斐川と3つが合流した状態で流れていたそうです。そんな広い川があったんならぜひ見てみたかったですけどね。下の川になんか落ちるんじゃないかとかね、自転車に乗ってると座って座高が高くなるもんだから心配になります。とりあえず1つ渡りました。大きな川だったよ本当に。なお宮宿からここまでずっと低地ですから、見えるだろうと思って振り返ってみたら確かに見えました。あちらが名古屋市の中心部。本当に大きいね、全体の3分の1だけだそうですけど。はい、続いて今度は長良川です。ちょっとね、頭にカメラをつけるという技術が実はありまして、今まで全然使ってなかったんですけど、こうすりゃいいじゃんかと思ってね、これを渡りますとごく一時的に岐阜県に入ります。今入りました。ここは岐阜県の何市っていうんだろうか。ともかくこれで長良川を渡り切りました。左に大きな川が2つ、右に大きな川が1つ、その間の非常に狭いところ、不思議なところにいるというのがね、地図を見ていただくと分かると思います。 USB タイプ A ケーブルが落ちてるな。ここは治水神社です。
法律規制ゆかりと書いてありまして、まあ、これ東海道と関係があるかないかっていうと、まあ、ないかな。ここはもう本当にひどく昔から水害を落としていた場所だったので、薩摩藩によって江戸時代、宝暦の時代に治水工事をすることになりまして、かなり大規模なものだったようです。あ、だから島津の家紋が出てますね。この宝暦治水、相当ひどい大変な工事だったみたいですよ。見るとこれ犠牲者の一覧がこんなに出てますな。本当に多くの方が亡くなった難工事、そして薩摩藩の多くの人たちが悲惨な最後を遂げていったわけですが、少なくともそれら工事は大変よく効果を発揮したのだそうで、その責任者の方はじめ、薩摩藩の工事に携わった人たちを祀るための神社がこの治水神社だそうです。これ、まあ、幸福の科学があそこに寄付をしたみたいなことが書いてありましたけど、なぜ幸福の科学なんだ、別の宗教だと思う。それはなんか不思議ですけどね。そういうもんなのか。でここにまた東海道で見たような立派な松原があります、松林がありますが、もともとはこの堤防が存在しなくて、これを頑張って薩摩藩の人たちが固めて川をそれぞれを分けるということをしたそうです。まあ、完全に分かれるようになったのは明治の時代、お雇い外国人から技術を借りてきて、それで最後完成したわけですが、もともとはまあイメージで言えばこの私の今走っている堤防みたいな簡単な中州がいくつかバラバラに分かれていた状態でして、それを上に盛り上げてさらに全部くっつけ、今では上を走ることもできるようになりました。さて、そして今三重県かな、こっから三重県になるんですね。てっきり揖斐川を渡ったら三重県になるのかと思ってましたけど、ちなみに江戸時代に実際やっていた鞘谷宿から次の桑名宿までの山林を渡し、それのルートと大体今私が自転車で通ってるルートは、まあ結果的に大体似たようなものになってるんじゃないかなと思います。川を少しずつ下りながら横の川と合流して、そして対岸の桑名に到着するのです。危ねえ、あと1秒遅かったら正面衝突だったと思いますけど、あんなもんなのかな車に乗ってる人は。さあ、ともかく全部15、6分、20分ぐらいだったかな、ずっと土手の上をですねひたすら走り続けまして、今尾張大橋の上に来ました。これは1930年代に作られた大変古い国道1号線の橋ですが、やはりこれができるまでは旧東海道、改め新東海道は全てこの川を渡し船で渡っていたそうです。まあそれはそうですよね。橋を渡りきればあそこに桑名宿が見えます。立派なかっこいい橋ですね。背景がまた素晴らしいね。これが最後の木曽山線の一つ、揖斐川です。この辺の見下ろす景色は江戸時代に見てもきっと同じだったろうな。あれは近鉄特急の火の鳥ですね。ちょうどさっきね、この江戸時代の工事した真ん中の分離のところずっと走ってたんですけども、ちょうどうまく取れていなかったんでね、全部ボツにしてしまったシーンが実はあったんですが、私があの橋を下くぐるところでワイドビュー南紀が通りましたよ。あ、ワイドビュー南紀じゃ間違えた、快速三重と言いたかったんですけども、また何か来ましたね。あれは普通の近鉄電車かな、違う、また快速三重が来たわ。言うとなんか狙い通りのが来るな。火の鳥とか来ないかなと思って向こうの方見てたらちょうど来たんですよ。鉄道もここから三重県に入ります。地元の人はここ平気で自転車で行くけど、まあ私も平気で自転車で行きますけど、スピードもうちょっと出すか。これでもスピードまあまあ出した状態で欄干激突したら怪我もするだろうけど、落ちるんじゃないかな。やっぱりこの表記がいいですね。揖斐長良川、揖斐川と長良川まとめて越えちまえ。戦前の力強さを感じます。桑名到着は私の見込みよりは少し遅くなりました。まあ日が沈む直前ぐらいに着こうかなと思っていたんですけども、
あそこの木曽山線のところで時間を使いすぎましたね。七人の私だから30キロの計算をしてたけど、もっと長く走ったんじゃないですかね。ともかくようやく東海道42番目の宿場桑名宿に到着です。ここでちょうど木曽川、間違えました、揖斐川と長良川が合流をしていますが、前方櫓のようなものが見えますが、あそこが三里の私および七里の私の終着点です。見る予定ではなかった名古屋の夜景が遠くに見えます。立派な景色、ライトアップもいいですけど、まあ正直明るい時に来たかったなと思わなくもありませんが、この桑名宿はまた観光にはかなり適した素晴らしいところです。東海道随一の名物、焼きハマグリもあります。桑名にはこういった櫓がいろんなところにあったといいます。やはり軍事上も重要なところだったでしょうからね。そしてこちら、こんな風に川から船が今でも入れるように水が引き込まれています。多分これ石垣は当時のやつだと思うんで、三里の私とか七里の私とかそういったところで活躍する東海道を担う船の数々がこういったところに入って客を待っていたんじゃないでしょうか。暗くなってしまったのでほとんど何も見えませんけれど、ここの切り口から中に入ってきて、まあ護岸工事だとこれは最近したやつだと思いますが、ここにもですね、見えないと思うんですけど階段があるんですよ。でこの階段を上がって、さあここから東海道は続くぞと思ってみると、ここに鳥居があります。この鳥居は伊勢神宮の一番最初の鳥居です。これよりいよいよ伊勢の国ということになります。その玄関口に最初の鳥居が設けられていて、神宮に近づくにつれてまた鳥居をくぐっていくということになるわけです。実は旧東海道は江戸から京もしくは大阪へ向かう物流ないしは出張など、まあ、御用の一大動脈であったということの他に、実は観光客の大動脈でもありまして、観光客はなんか当時は京都とか大阪に観光に行くということよりは伊勢神宮への参拝というのが多かったようです。一生に一度はお伊勢参り、お伊勢参りにみんなが行くお金がそんなにあるというわけでもありません。だからじゃあみんなでお金を出し合って代表で誰かが行ってくる、で行けなかった人の分お土産を買ってくる、それが日本のお土産文化の発祥とも言われています。どうせ遅くなってしまったのですから、せっかくならハマグリを食べていきたいところです。お恐れ入谷の岸母神、その手は桑名の焼きハマグリ、そんな言葉ありますけども、それぐらい有名な一般の言葉としても使われる名物はハマグリ。ちょうど店の人が帰ってきてね、この人なんだみたいな感じですごい丸い目をしてたんで、でも親切でした。他のお店も紹介してくださって、さすがに割烹だからちょっとすぐ食べるって感じじゃないよなと、向かい側にそのお店あったわけですけど、でそしたらちょっとうちはコース料理なんですけどって言ってね、それで他のところを紹介していただきました。時間があればいいんですけどね、完全予約制の割烹さんはここを紹介してくださったんですね。歌アンドンさんって言ってたな。次は伺いましょうね。桑名ならよく来るところだからな。これが桑名の焼きハマグリ、昔から食べてみたいと思ってたんですけど、これは焼きハマグリじゃない、天ぷらですよ。今や高級品ですけど、でかいな。
ここきっとうどん屋なんだろうなと思ってね、なんかうどん注文したら案の定うまかった。やっぱうどん屋でしたわ。東海道のナンバーワンの宿場が宮で、ナンバーツーは桑名でした。要するに七里の私の両端がそれぞれ栄えた宿場だったわけです。桑名の町はまたそれぞれ東海道が折れ曲がっててどこだか分かりにくいなと思ってたんですけど、ちゃんとですね、旧道のところだけなんかこんな古い建物がはっきり残っていて、結構明るいもんですから、あ、もう明らかここが旧東海道だな、パッと見て分かりますね。ともかくね、だんだん気温が下がってきまして、これはまずいぞと今思っているところです。下手をすると風邪をひいたりするかもしれないからな、もう急いで四日市まで行こう。なんで桑名で今日終わりにしないのって思うでしょう。体力が中途半端に余ってるんですよね。時間もまだあるし、別に今から四日市に行っても着くのが多分夜の9時ぐらいだと思いますが、まあ、そんなにひどく困りはしません。ただ逆にこれを明日に回してしまうと、明日こっからずっと行って、それでさらに鈴鹿峠も越えて、そんでね、草津まで行く予定なんですが、それまずいんじゃないかなと思ってね。しかしどうももう桑名の宿場は過ぎていたようです。もう桑名は抜けました。次は東海道第43番目の宿場町、四日市です。桑名四日市間もかなり離れています。さあ早いもので桑名市とはこれでお別れです。結構小さい市なんですね、面積としては。なんか雲の様子が今日は一日変わらなかったような気がしますね。さあ、あちらをご覧ください。今稲部川の上から四日市のコンビナートの様子をご覧に入れております。あれが四日市市役所だったかな。三重県でトップの立派な町並みです。近鉄特急が行きましたね。さあ、これから先道が随分暗くてですね、ほとんどどうなってるか分かりませんので、カメラを変えてみることにしました。画角は狭いかもしれませんし、多少ブレると思いますが、この方が今の様子を皆さんにお楽しみいただけるでしょう。だいたいこんな感じですね。さっき橋を渡ったんですけども、そこから先四日市市にもう入っていたようです。お、なんだここは。踏切があって、その上にも線路がありますけど、下は JR 関西本線だな。上は三岐鉄道でしたね。さすがに今は来ないだろう。何が来るのかなと思ってちょっとここで携帯電話を操作していたら電車が来るというので見てみましょう。お、かっこいい。目の前でエンジン吹かしててめちゃめちゃかっこよかったですね。特急南紀号だ。あの踏切を行く瞬間にノッチをブーンと入れていったのがかっこよかったな。今度前方を過ぎ去っていくのは、お、三岐鉄道の古い電車と、あとは近鉄電車ですかね。ここでこれから先の四日市について簡単に紹介いたしますと、まあ、そもそも四日市というのは東海道の宿場町の中でとんでもなくにぎわっていたようなところではありませんでした。まあ、今日六日市がありまして、そこでみたらし団子を買いましたけれど、まあ、あんな感じで4日、毎月4日とか4のつく日とか、まあ、そういう時に市場をやっていたから四日市、まあ、それぐらいしか、まあ、特に名前の言えないものなかったんじゃないですか、わかんないですけど、まあ、ところが、まあ、特に戦後ですよね、石油の取り扱いの港になって、ガンガンですね、そこで工場などが立ち並ぶようになりまして、まあ、公害とかいろいろ問題もありましたが、ともかく町の勢いは押し上げられたのでした。でも石油の町の印象しか持っていなかった四日市も、少し裏の旧道に入るととてもいい雰囲気の建物ばかりですね。ここが日本のいいところですよね。昔ながらの道とか江戸時代からのものとか、そういうのが消えているように見えて実は残ってるんですよ。そして私たちは確かに今江戸時代の上に立っているのだということを実感するわけです。おおお、これまで見た中でもひときわ立派な常夜灯が、しかも明かりをつけているではありませんか。これぐらいは見てもいいはずだ。今もいませんからね。こりゃなるほど、江戸時代の人が真っ暗な道を松明か暗灯か何か知りませんが、そういうので照らしながら暗い道を歩いてきて
そしてこんなものがいきなり灯っていて、そこに町内安全なんて書いてあろうもんなら、この感激ひとしおでしょうね。今の四日市の昼夜灯はまあ差し詰めあれでしょうか。あそこへ行っても何もありませんけどね、工場しかないんですけど。桑名宿を出てから今50分、四日市までの距離はあと3キロです。今回の東海道の旅は、いや、ちゃんと目的通りつけるのかな。2日目の箱根に着いた時は思いましたよ。いや、これ江ノ島から箱根がこんな時間かかるんだったら、もう箱根静岡、浜松とかもうたどり着けないんじゃないか。意外となんとかなりましたね。夜の東海道もなかなかいいもんですよ。あんまり夜のシーンが映えないからね、撮ってなかったんですけど、このちょっと明るく映るカメラで撮影してみたら、まあいい映像になってるのかなと。とりあえず眺めて撮影しております。私と一緒に急ぎ足で桑名から四日市へ向かっている気持ちになってくれたら一番幸いです。もう完全にこれは四日市の街並みと言っていいですね。宿場の入り口がどこかというのはまた別の話ですが、まあ旧宿場を中心にしてどんどん広がっていったでしょうし、特に四日市の街の中心は近鉄四日市ですが、東海道とも近いようですね。多分この橋を渡ったら宿場なんでしょうね。立派な橋ですよ、これも。またあ、こっからの夜景はいいわ。これを皆さんにご覧いただきましょう。東海道53次第33番目の宿場、四日市宿に到着です。さて、四日市の町の本陣は何かなと思っていろいろ考えましたが、まず一つの候補があれです。都ホテル予約しようと思ったんですけども、いっぱいでした。昨日は空いてたんですけどね、残念です。じゃあいっぱいだったら脇本陣はと思って探しまして、まあ、もうちょっと進んでみますか。四日市ほどの町になっても宿場は宿場らしくしてるんですね。また東海道はどっから右に曲がればいいのか分かんないなと思ったらば、明らかにここらしい光景がありますね。あ、そう書いてある、東海道だと。この町がね、この通りが四日市で働く人たちの給料日にはもうそれはそれはすごい賑わったらしいですよ。昭和40年代ぐらいの話ですが、あ、ちゃんとこんなに分かりやすく書いてくれてる。四日市の町にとっては東海道ってのはすごく大切なものなんでしょうね。自転車を除く車両進入禁止、自転車で走るなとは書いてないから、ちょっと走ってもよかろう。僕四日市って好きなんですけど、実はあんまりちゃんと歩いて見て回ったことがなくて、まず東海道の今まで走ってきた中で一番床がツルツルな感じがするな。ここあれか、民主党の岡田さんの選挙区なんだ。いっぱい壁に貼ってありますよ。近鉄四日市の駅の方に向かいましょう。三重県ナンバーワンは伊達じゃないわ。さすが立派だ。こんなに立派なところだとは知らなかった。そうだ、木曽三川を過ぎてからね、人々の語り口が関西弁に変わりましたよ。多分三重県からなんだろうな、その関西弁と、まあ、いわゆる関東弁っていうんですか、その普通のそれ以外の言葉との境目が。さて、今日の宿ですが、四日市シティホテルというところです。なんか昔はね、四日市グリーンホテルだったらしいんですが、しまった、まずいぞ。この自転車がパンクはしてないけど、今のところ大丈夫かな。道に捨ててあった酒のワンカップの瓶を踏んでしまったみたいなんですよね。ちょっと見てみようと思うんですけど、どこで踏んだんだろうな。これで明日鈴鹿峠でパンクなんかしたら冗談じゃないぞ。これで回しながらよく見てみよう。道にそんなもん捨てんのよな。部屋はこういう感じのところでございます。いきなり最近ホテルについていきなり部屋の紹介し始めるじゃないですか。
あれなんでかっていうと、荷物がもう重すぎて持ってるのが大変なので、バッテリーが重いんですよね。ここにあのバッテリーが2つあるの分かると思うんですけど、この重いバッテリーをじーっと行くと、まあ、部屋に入るところまで、ね、ずっとうわ重い重い重いってなって、やっと着いたということになるわけでございます。今ね、夜の、9時半ぐらいなんですけども、まあ明日もまあ峠越えがあって大変っちゃ大変だけど、もう先は見えてるんで、松阪牛を食べてから行こうかな。外観とかそう、あのロビー周辺とかいろいろ全般的に古めかしい感じはしましたけど、あの必要なとこはちゃんとリニューアルしてくれてるしね、いいと思いますよ。これはね、このだいたいトイレとか、おすごいな、これお尻ビレオス、これいつのでしょうね。これ顔もなんか随分茶色くなったな、こうやって見てみると。茶色というより黒いですもんね。この手もね、風呂入った時毎日毎日驚愕してるんですけど、このワイシャツの袖のところから上に関してはめちゃくちゃ黒いの。まあいいや、それそんなことは後にして、とりあえず食べに行きましょう。いやー、夜も寒くなりましたよ、本当に。明日の鈴鹿峠大丈夫か。天気明日少し悪くなりがちだということを聞いてますんで、最悪の場合に備えて何か買い足しておいた方がいいのかな。うわー寒い、風がしみる。ちょうどいい時間に鈴鹿峠に差し掛かるようにしないとな。夜9時ぐらいでも普通にやっているらしい松阪牛が食べられると書いてある、この丹道というところに来たんですけども、本日は終了しました。まだね、深夜ではないと思うんだけど、定休日だったのかな。定休日はなそうなんだな、 Google マップには出てないですもんね。実際松阪牛にありつくことができました。まあ四日市ですからね、居酒屋さんとかいろいろありましたよ、繁華街の。ここは外れのところです。これ一つでね2000円。それで松阪牛食べたわけですけど、なんかね、味の感想言っていいですか。あのですね、あんま美味しくなかったんですよ。でも結構ね、いい値段したんですけどね。まあ値段だ、僕動画で喋ったと思うんですけど、さっき、まあ普通に美味しかったっちゃ美味しかったですけど、今まで食べてきた松阪牛の中ではああみたいな感じ。これ本当に松阪牛使ってんだよなと思ってね、あの店の中の証明書確認したらね、確かに使ってたんですよ。だから多分仕入れにもそれなりに金使ってるんだろうとは思うんですけど、出し方に問題があったんだよな。なんか凍ってるのを解凍したのか、まあそれもいいんですけど、もしくはキンキンに冷えてたのか、ね、焼いてね、表面が結構もう焦げかけてるんだけど、中はなんかもう重きし生みたいな感じだったんですよ。カツオのたたきみたいな状態になっててね、もうそれなんとかした方がいいと思うんですね。素材がもったいない。まあ、あと松阪牛の部位にもよりますんで、舌の上でとろけるようなやつは脂が多い部位じゃないといけないだろうから、それ違いあるのはわかるんだけど、なんかもう釈然としないけど、まあ、焼肉としては普通に美味しかったんですけどね、松阪牛じゃなくてもいいんじゃないかなけど、そんな感じです。